attendees, this is a lost children's announcement. Would the father of a boy in the green backpack kindly contact a nearby member of staff? この時間はバイエルンミュンヘン対マンチェスター B、 こちらをご覧いただきます。このゲームはバイエルンミュンヘンのホームアリアンツアレナで行われます。勝利を信じたサポーターの歓声がスタンドに鳴り響いています。今日の天気ですが晴れです。今夜のゲーム好条件の中行われます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあファーストハーフ見ていきましょう。バイエルンミュンヘン対マンチェスター B、 やはりこの序盤先に主導権を握りたいですよね、はい、攻撃面で波に乗れるとリズムをつかめると思いますけどね。うん、思い切ってファーストシュートを狙っていくのもいいですよね。ゲームの序盤どう動いてくるんでしょうか。グリーリッシュからのクロス、これは奪い返します。さあシュートレンジだ。危ないシーンでしたがここは大きくクリア。どうされた。さあ抜けた。アカンジこのボールをカットします。さあ北澤さん、この試合で気になる選手がいたら教えてください。カイル・ウォーカーには注目ですよね。やっぱり彼みたいに相手のフォワードをしっかり抑えてくれるというのは頼もしいですよね。もうシュート。ロドリから右へ、マフレス、マフレスからカイル・ウォーカー、カイル・ウォーカーからデブライネ、デイビス、流れを止めます。さあカウンタースピードを上げたいところ、これはファウルを取られました。繋がりません。さあコーナーキック、バイエルンミュンヘン。このファーストハーフ最初のコーナーキックはバイエルン。エデルソン、ミドル、エデルソン、こぼれます。さあ追いつけるか、どうだ。カット、サディオマネ、シュートまで行きましたがボールは惜しくも枠の外。シュート前のドリブルも良かったんですけどもね。ウォーカー、サネ、奪いに行きます。マフレス、マンチェスター B は前半まだシュートまで行けていません。ロドリからホーランド、さあ左へ預けて、ホーランドからグリーリッシュ、ここで丁寧にコントロール、このボール奪いに行きます。コマ、うわ展開入るなってきましたね。これは合いません。
コマンからサディオマネ、さあ左サイドへ、デリフト、ここはつながりません。ゴレツカ、カットに行きます。おっとこぼれ球、ヤシの切り替えも早いでしょ。さあサディオマネ、サイドへ、さあサネ、サネシュート、シュートコースに体を入れてきました。読みの良さと思い切りですよね。素晴らしいですよね。クリアです。カンセロへ、バイエルンは3本目のコーナーになります。シーンでしたが、ここはクリアの対応。シュート、惜しいシュートです。コマン、鋭い反転からのシュート。ウォーカー屈せず対応します。奪い返します。ゴレツカへ、さあコマン、デブライネ、デブライネから右サイド、マフレズへ、ポーランド、さあこのセカンドボール、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。サネへ、クロス、止めてきた、キーパー止めた。グリーリッシュ、なかなか前線の枚数が生かされてませんよね。もったいないですよね。狙えるか、シュート、マンチェスター B アワヤというシーンでしたが、ここはしのぎます。シュート、セカンド拾えるか、おっとシュート、素晴らしい攻撃だったんですが、ここでホイッスル。前半0対0。北澤さん、前半について何かコメントをいただけますか。マンチェスター B としてはまだシュート1本も打ってないんですよね。シュートコースの開け方、スペースの作り方なんかにもう少し工夫が必要かもしれませんね。バイエルンミュンヘン対マンチェスター B、 得点は動かないまま後半を迎えます。早々とこの後半始まっています。0対0で入っていく後半です。クロスを選択、いや展開早くなってきましたね。ユンドーアンから左サイド、ここはいいプレスで奪います。ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。さあつながるか、ここでのパスは危ない、スペースにいいボール出たんですけどもね。さあカウンターのチャンスになります。マンチェスター B はボールを持ってポゼッションを高くするという戦術なんですが、どのあたり注目なんでしょうか。そうですね、こっちがボールを持っていると相手も我慢できずに奪いに来るので、その瞬間攻撃のスイッチをどこで入れるのか注目したいですよね。なるほど、これは選手同士のコンビネーション、意思疎通も高いレベルが常に求められますよね。そう簡単にはできない戦術ですからね、はい、監督のプランがどれだけ浸透しているかも重要になりますよね。デブライン、ポーランドからギュンドーワン、ワンツー抜け出すか、スライディング、アカンジ、ここはカットします。アカンジからマフレズ、グリーリッシュ、いい展開ですね。どうだ、
バイエルとしては先ほどからもう前線に選手が残ってますよね、はい、守備の数的不利なリスクを背負ってでも点を取りたいんでしょうね。そうですね、カウンターに対するレスポンスは早いですよね。早いですよね、また相手ディフェンダーを低い位置に残せるメリットがありますからね、はい、裏へ届くか、コマンへのボール、おこれいいですよ、いい反応でしたね。北澤さん、よく止めましたよね。いい反応でしたよね。ここはすぐ奪い返します。デブライネ、ポーランドから左へ、ポーランドからグリーリッシュ、インターセプトを狙うアカンジ、ここは読んでいました。さあ右へ預けて、ユンドーワンから左サイド、ユンドーワンからのパス、さあカウンターだ、ゴレツカ抜けてくる、さあサネシュート、バイエルとしてはいい攻撃でしたけどもね、まあまだ時間ありますからね、この流れを続けたいですよね。ポーランドへスルーパス、いいボールだ、カイルウォーカー、カイルウォーカー、来た、頭だ、来た、先制、この時間帯ようやくゴールが決まりました。やった、決まりましたね、ポーランド、チェックを受けていましたがしっかり決めてきました。厳しく寄せられながらもしっかり落ち着いて打てる、強さがこのゴールにつながりましたよね。さあ1対0、先制ゴールが決まりました。マンチェスター B としては1点は大きいですよね、はい、残り時間無理せず落ち着いてプレーしたいですよね。デリフト奪いに行きます。ディフェンス良かったですよね、攻撃も良かったんですけど止めましたよね。マンチェスター B カウンターを仕掛けていきます。これは長いボールを入れます。さあ左サイドへ、ベルナルド・シウバ、出るか、触った、オフサイドですかね。残り時間少ないですからね、冷静に対応してしっかり試合を終わらせたいですよね。ナンバー11キングズリー・コーマン、カミングオンとリプレイスヒムイズ、アカンジ一呼吸を置きます。ナンバー39、キーパーからのロングフィード、スルーパスを出す、ハイルウォーカー、デリフト、ここは縦に大きくボールを入れます。マンチェスター B としてはそろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり試合を締めたいですよね。これを読んでいた、レフリー試合終了のホイッスル、1対0マンチェスター B、 1点差、接戦を見事制しました。エデルソン、このゲームのマンオブザマッチはこの人になるでしょう。
Today the players are being escorted by boys from a local team in this city.この時間はバイエルンミュンヘン対マンチェスター B、 こちらの一戦をお届けいたします。このゲームはバイエルンミュンヘンのホームアリアンツアレナで行われます。勝利を信じたサポーターの歓声がスタンドに鳴り響いています。今夜の現地ですが晴れの様子、両チームいいコンディションの中今夜のマッチを迎えました。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずファーストハーフ見ていきましょう。バイエルンミュンヘン対マンチェスター B、 サイドを紹介です。向かって左のエンドから攻めるのがバイエルンミュンヘン、画面右側がマンチェスター B となります。さあ北澤さん、今日のこのゲーム注目すべき選手を教えてください。まずですね、あのスピードに乗ったドリブルからのフィニッシュは迫力がありますよね。役割を幅広くこなす強さもあるので、ゲームメイクや献身的な守備もこなせますよね。チームへの貢献度が非常に高いですよね。そうですね、相手にしてみれば当然マークすべき選手となるでしょう。バイエルンがここでファウルを取られます。マフレズ、マフレズからホーランド、さあチャンス、シュート、先制、バイエルンから先にゴールを奪います。見事なワンツーからのフィニッシュでした。そうですね、まあ、このワンツー出してと受けての関係性、これは素晴らしかったですよね。さあバイエルン、この立ち上がりに失点と、北澤さんいかがご覧になりますか。まあ、相手のパフォーマンスが良かったのもありますけどもね、はい、やはり入りが良くないと後に影響しますよね、うん、この立ち上がりは主導権を握るための特に大事な時間帯なので、集中しなければいけないですよね。そうですね、前半13分というところ、マンチェスター B がこの早い段階で点が入ったことについてどうご覧になっていますか。そうですね、やはり先制すると余裕が生まれますからね、立ち上がりが大事な場面で主導権を握りやすくなりますよね。ここはつながりません。ゴレツカ、右サイドへ振って、いいでしょう、ポジション切り替え、これは合いません。ギュンドーは、さあ右へ預けて、デブライネからマフレス、マンチェスター B がこのファーストハーフ中盤に1対0のリード、さらにはポゼッションで相手を上回っている状況です。立ち上がりからキープできていましたし、入り方も良かったですよね。この流れがどこまで続くかが注目ですよね。ボールは破り抜いた、リーベンディエスからサイドへ、グリーリッシュ、この試合アシストを記録しています。デブライネ、ゴレツカ、カットに行きます。ゴレツカからサディオマネ、アケ、このボールをカットします。
マフレス、マフレスからカイル・ウォーカー、ギュンドーアンへ、ギュンドーアンから左サイド、インターセプトを狙う、さあホーランド、ここはつながりません。前半28分、このパスを受ける、裏へのスルーパス、あー、いい展開ですね。これはクリア、奪います、チャンスになる、ロドリ、ミューラー、さあつながるか、これは合いません。スルーパスを狙う、デブライネ、デブライネからホーランド、カイル・ウォーカーから右サイド、クロスが上がる、打った、シュート、決まった、追加点、大きな追加点。グリーリッシュ、チェックを受けていましたがしっかり決めてきました。厳しく寄せられながらもしっかり落ち着いて打てる、フィジカルの強さがこのゴールにつながりましたよね。さあマンチェスター B、 得点を重ね2対0という展開。マンチェスター B としては2点差というのは精神的にも楽になりますよね、はい、ただ相手は間違いなく前がかりになるので落ち着いた対応したいですよね。なるほど、この後も無失点でいきたいですよね。ここはつながりません。さあサディオマネ、ボールのここのパス、フリーだ、来た、シュート、ゲット、バイエルン、前半終了間際のこのゴール、これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。いや、迷いのないカウンターでしたよね。奪ってからの展開も早かったですし、ちょっと相手はついてこれなかった感じですかね。見事でした。さあバイエルン、あと1点というところ。いや、素晴らしいですよね。流れは来ているので、このまま同点まで持ち込みたいですよね。はい、このボールには合いません。カンセロから右へ、バイエルンミュンヘン、カウンターを仕掛けます、飛び出した、狙えるか、ロドリ、奪い返します、さあコマン、ファーストハーフ終了の笛です。両チーム動きのある前半でした。差は1ゴール。しかし北澤さん、お互いに点を取り合うという前半から息のつかせない展開となりましたね。いや、盛り上がりましたね。ですが今2-1ですから、次の1点が重要になってきますよ。どちらが決めるかで状況が大きく変わってきますからね。マンチェスター B としては特にチームとしてのいい部分が出てましたよね。後半もさらに仕掛けてくるでしょうね。バイエルンミュンヘン対マンチェスター B、 マンチェスター B が前半終わって2-1リードで折り返します。Substitution on the field. Number 7. Serge Gnabry. Number 8. Leon Goretzka. Coming on the field. Number 10. Leroy Sané. Number 42. さあ、後半キックオフ。アカンジ、ウォーカー、ギュンドーアンへ、デイビス、流れを止めます、デブライネ、これは合いません。ウォーカー、ロドリエ、いいオーバーラップですよ。ハイル・ウォーカー、カイル・ウォーカーからボールが上がる中央、
もう一度上げる、裏へのスルーパス、チャンス来た、マフレス、おいい形じゃないですか、上げてくる、どうだ、ミューラーへ、さあ左サイドへ、簡単ですよ、ここはかわせません、これはファールではなかったようです。さあつながるか、おこれいいですよ、さあボールはギュンドーアンへ、いいですね、デイビス、ここは体を張ります、あそこまでゴール前に人が集まってしまうとシュートコースがなくなってしまいますよね。デブライネから左へ、ロドリ、右サイドへ振ってロドリからマフレズ、カイルウォーカーが受ける、さあ中央へ、直接行ってしまいました、スルーパス、勝負のシーン、バイエルとしては先ほどから前線の選手はほとんど守備に参加してないんですよね、攻めに集中してスタミナ消費を抑えてるんですよね。なるほど、そうすると守備の面では多少リスクを負うということなんでしょうか。そうですね、守備の際に前線の選手が相手を追わなくなると味方のディフェンダーは高い位置からパスコースを限定しづらくなりますからね、まあその分カウンターでの威力は驚異的ですよね。ギュンドーは対応します、サディオマネからムシアラ、スペースを狙った、これはつながりませんでした。バイエルとしてはこの形を続けていきたいですよね、いい攻撃できてますからね、はい、自分たちに流れを引き寄せたいところですよね。デブライネから右サイド、デブライネからマフレズ、いいボールだ、ワンツー使ってくる、上げてくる、ここはディフェンスの対応、さあ右へ預けて戻します、さあつながるか、ここで丁寧にコントロール、さあ打てるか、インターセプト、さあカウンターを仕掛けます、ここは奪います、ここで受けてジュンドーアン、どうだクロス、危ないシーンでしたがクリアの対応、さあ左へ預けてグリーリッシュ、デブライネ、マンチェスター B としてはいい形作ったんですけどもね、リードしている状況なのでもう1点決めて試合を楽にしたいという気持ちはあるでしょうね。サイドへマフレス、お、これいいですよ、クロス低い、まあクリアが精一杯ですよね、パスの切り替えも早いですよ、バイエルとしてはまだ時間ありますからね、形は作れているのでなんとか1点今週開けたいですよね。マフレズからデブライネ、キミヒ、ここはカットします、カウンターですよ、さあサディオマネ、さあムシアラ、アケ、体を張ったプレー、バイエルとしてはいい攻撃だったんですけどもね、焦りもありましたがね、もう一度丁寧につないで1点取りに行きたいですよね。デイビス、奪いに行きます、残り5分を切っています。マンチェスター B としてはこのまま終わりたいですよね。そうですね、タイムアップまでもう間もなくです、今日はこのまま勝ちを奪いたいところですね。必死のクリアですよね、バイエルとしては残り時間なくなってきましたからね、素早くボールを奪ってシュートまで持っていきたいですよね。アカンジから右へ、さあカウンターだ、ここはつながりません、ここは守備の対応、ここでファールがありました、おっとここでカードが出ます、サブスタチューションオンザフィールドナンバー19ナンバー22カミングオンザフィールド、笛です、2対1マンチェスター B 勝ちました、見事僅差で競り勝ちました。グリーリッシュ今日のマンオブザマッチ。
Hello attendees, this is a lost children's announcement. Please keep your eyes on your children during the match at all times. この時間はバイエルン・ミュンヘン対マンチェスター B、 こちらの試合を楽しみいただきます。このゲームの舞台はバイエルンのホームアリアンツアレナ。スタジアムに詰めかけたサポーターたちの声援でチームの士気は嫌が上にも高まります。コンディションを確認しましょう。今夜の天気は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。このゲームの解説はおなじみコーマン。ディフェンスの対応がちょっと遅れてしまったのか、フィニッシュまで持っていかれてしまいました。十分相手を引きつけたことによってセンター不利になりましたよね。さて北澤さん、この試合で気になる選手がいたら誰でしょう、教えてください。ゾマーですね。身長が高いわけではないんですけど、キーパーとしての技術が非常に高いですよね。1対1の駆け引きのうまさだったりポジショニングのうまさがシュートストップにつながってくるんですよね。やっぱりキーパーにとって一番大事なのは安定感なので、こういう選手がいると安心感がありますよね。なるほど、そういった部分も今日の注目すべきポイントですね。これは合いません。ウォーカー、このボールに触ります。アカンジ、インターセプトを狙う。スペースへ入るウォーカー。マフレズ、ここはつながりません。これは合いません。さあ左へ預けて、サネからムシアラ、今日のゲーム両チームともまずこの立ち上がり、北澤さんはどうご覧になりますか。まあ、今の段階で仕掛けていくのか、あるいは相手の出方を伺うのか、まだ分からないですけどもね。序盤ですのでじっくりそのバランスを見極めていってほしいですね。ゴール。おっと、しかしこれはオフサイドか。いや、残念ですけどもね、しょうがないですね。バエル、ここは切り替えが必要です。さあ右へ預けて、ハイルウォーカー、このボール奪いに行きます。ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。奪います。ポーランドが受ける。さあ左サイドへ、グリーリッシュ、いい展開ですね。グリーリッシュからのクロス、キミッヒ、ここはつながりません。出るか。さあカウンタースピードを上げたいところ、サネ、これは来た、チャンス来た、シュート、エデルソン、このボール危険です。ウォーカー、デブライネ、裏へのスルーパス、いいボール入りますよ。ディフェンスをものともしません。キミヒ、奪いに行きます。これは合いません。これはチャンスだ。ポーランドからグリーリッシュ、ボールのデコのパス、ちょっと伸びてしまいました。
コマン裏を狙って危ないチャンスになるシュートを来たー先制バイエルンスルーパスからのゴールでしたラインギリギリだったでしょうかこれは際どかったですねそうですねこれスルーパスも良かったですし右足からのシュートも絶妙でしたよねお互いのコンビネーションから生まれたいいゴールですよねバイエルン先制ゴールが決まりました1対0ゴールした後すぐの時間帯は浮き足立ってしまう時間帯でもありますからね、はい、先制はしましたけども冷静に試合を運びたいですよねいや少しいい形になりかけたんですけどもねキミヒカットに行きますギュンドーワンギュンドーワンから左へさあグリーリッシュキミヒサディオマネから左サイドムシアラロドリからマフレスユンドーワンから右へスルーパスを出すデブライネからギュンドーワンギュンドーワンスペースを狙ったキミッヒうわ展開入るなってきましたねさあつながるかいいボールですね自分で行く行けるかアイルローカーこれはいいプレーマイナス方向ヘッドだ追加点バイエルン連続ゴール一気に畳みかけます頭で正確に流し込んできました落ち着いて決めてきましたよねタイミングもバッチリでしたし見事なヘディングでしたよねさあバイエルンさらに1点を追加し2対0としていますいや非常にいい流れですよねチーム全体に勢いが出てきたんじゃないですかね、はい、非常に大きな1点だと思いますよな感じからマフレスカイルウォーカーへのボールいいですねマフレスからデブライネ上がるユカエルなんですそして今前半終了の笛が吹かれましたいやこの2点目はねこれも終わるんじゃないかなっていうところでのね追加点でしたからねそうですねこのゴールは大きいですよねですが前半終わったところですしねまだまだ乗ってくるでしょうからわからないですよバイエルンミュンヘン対マンチェスター B それでは続けて試合をお楽しみください早々とこの後半始まっていますさらに得点が開いてしまうとちょっと厳しくなってしまいますからねまずは後半の入り積極的に仕掛けて1点返したいですよねはいここはつながりませんアケからグリーリッシュさあここでカウンター固いディフェンスデブライネここをかわしたゾマーのセーブこれはよく止めましたいい反応でしたよねファインセーブですよね見事なプレーでチームを救いましたこのゲーム最初のコーナーキックになりますマンチェスター B クリアこのピンチをなんとか出しますロドリからのパースここは笛が鳴りますセットプレーのチャンスゴール前いいボール入ればチャンスになりますよねと呼んでいたポーランドから左へ裏へ届くかあいい展開ですねクロスヘディング高い位置で奪ってチャンスを作りましたさあ左へ預けて抜けてくる
ここでのパスは危ない。おっとシュート、これはわずかに右でした。素晴らしいシュートだったんですけどもね、枠に入れたかったですよね。落ちましたよ、抜けてくる、ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。さあホーランド、カンセロ、このボールをカットします。さあカウンターのチャンスになります。このボール奪いに行きます、キミッヒ、裏を狙っていきます、サネ、お、これいいですよ、いけるか、これを読んでいた、裏のスペースを狙う、カウンターですよ。バイエルンは先ほどから前線に何枚か選手が残っていますね。そうですね、前の方で虎視眈々とカウンターを狙ってる感じですよね。しかし北澤さん、味方の選手からすると守備の人数が足りないですよね。で、一人一人の負担が増えてしまうのではないでしょうか。まあ確かにそうなんですけどね、逆にボールを奪った時には、ね、まずこの選手に出せばいいので気が楽な分もあると思いますからね、前線の選手に預けさえすれば、はい、とりあえずラインも上げられますからね。そうですね、ウォーカー、バーフレスからギュンドーワン、デブライネが受ける、このパスをシュート、大きなクリアでここはしのぎます。星のクリアも早いですよ。カンセロ、このボールをカットします、スペースを使う、いいでしょ、バイエルンミュンヘン、カウンターを仕掛けていきます。どうだこのシュート、ゲットバイエルン、ゴール、3点のリード、ダメ押しゴールになるのか、ナンバー42、美しいカウンターからのフィニッシュでした。いや、迷いのないカウンターでしたよね。奪ってからの展開も早かったですし、ちょっと相手はついてこれなかった感じですかね。ことでした。ムシアラ、今日2点目のゴールです。ナンバー23、サブスタチューションズテイキングプレイス。さあ選手の入れ替えが激しくなってきました。さあバイエルン、現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。さあホーランド、ホーランドからギュンドーワン、ボール入るか、おっとオフサイドですね。クラゼンベルフ、仕掛けるか、ここで丁寧にコントロール、ここは競り勝ちます。ここは通しません。ここでワンツーを見せる、仕掛けるタイミングを図る、シュート、残ってる、ブリント、さあチャンス、シュート、きた、追加点、バイエルン、今日は止まりません。ユラーがこぼれ球に反応しきっちり詰めていきました。こういうゴールを決めるにはやっぱり次のプレーの予測とかポジショニングが重要になってきますよね。まさにゴールへの嗅覚を生んだ一点でしょうね。ミューラー、先ほど投入されたばかりですが、ミドル、エデルソン、これはよく止めました。危ない場面でしたがキーパーが立ちはだかります。
バイエルとしてはこの勢いならもう1点あるかもしれませんよね。このパスはキーパーへ。4 added minutes has been indicated。 アディショナルタイムは4分あります。さあ左サイドへ、ニャブリ、スルーパス、遠いボールでしょ、インターセプト、ベルナルド・シウバ。中盤でボールを取られることが多いんですよね。ここでしっかりとボールをキープして組み立てたいですよね。サイドを使います、戻します、狙えるか、シュート、来た、素晴らしいゴール。一瞬のチャンスをしっかりものにしました。主審、上を口に加えて、今試合終了です。4対1、マンチェスター B 敗れました。その差は3点。